Walking hand in hand on the ocean floor, down deep we wander. Louder we sing, no, there is no cure in this together. ただいま7時20分です。今からはもうここを出たいなと思います。いやー楽しかったですね。なんか視聴者の方にも声かけてもらって楽しい時間を過ごしました。ではですね、今から僕の VIP ルームに帰りたいなと思います。ではなります。ですね、今シャワー行ってきたんですけど、シャワーが90秒で100円のシャワーやったんですけど、顔洗ってる最中に90秒経って真っ白の状態で止まって、で、小銭がない状態やったんで、もうタオルでこう拭いてきて、男の洗顔をして出てきました。こんなこと言ってなんか早く着替えて準備したいなと思います。はい、それではですね、準備着替えて終わりました。我が家のビッグルームに少しなってきた。ちょっともう4日目にしてごちゃごちゃしてきましたね。かなりごちゃごちゃはしてますが、まあ、とりあえず行きたいなと思います。はい、それではですね、現在の時刻が10時30分でちょっと移動してきたんですけど、移動してきた場所がこちらです。じゃん、大江戸温泉物語。まあ、ここに来た理由は2つで、まあ、1つは、ビジネスホテルが取れなかったっていう、予約満帆で取れなくて、明日は取れてるんですけど今日は取れなかったんで、まあ、もしかしたらここでおるかもしれんっていう感じなので、まあ、一応翌日の朝までおれるから、まあ、ここに来たっていうのと、まあ、もう一個理由としては、今日の作動の全校集会の飲み会が都内であるので、まあ、東京にいといた方がいいやろうっていうことで、まあ、この台場の、大江戸温泉物語の方に来ました。まあ、この後ちょっと温泉入ってちょっとゆっくりして、でちょっとだけ編集して、まあ、その後夕方ぐらいから都心の方に向かおうかなと思ってるので、まあ、それまではここでちょっとゆっくりしようかなと思ってるので、ちょっと疲れを癒したいなと思います。この車も4日間ぐらい一緒におるから、もうだいぶ埃をかぶってきてるので、帰ったらしっかり洗車してあげないといけないですね。今日はですね、なんか30度超えてるみたいで、めちゃくちゃ暑くて、でもうなんか溶けそうなぐらい暑いんですけど、うわー並んでますね。さっきは並んでなかったのに。またですね、近くの、ローソンがあったんですけど、そこでオフィスを見つけちゃいました。しっかりパスタも食べてますし、コーヒーも飲んでるので安心ください。では編集していきます。はい、それではですね、あれからめちゃくちゃ時間経って、今夕方の5時なんですけど、まだね、何をやってたかっていうと、まあ、編集、まあ、見てもらった通りずっとやってて、でそれが多分3時ぐらいまでやってたんですけど、ただ車戻って、車の中 の、 その布団とか干さんとペタンコになってたんで、窓にかけて干して、で今夕方になったんで、今から、その
僕の全校集会、作動の全校集会のサロンメンバーに会いに来たいなと思います。そのメンバーの中にはオフ会に来ていただいた方もいらっしゃるんですけど、来れなかった方もいらっしゃるので、初めての方もいらっしゃるんですけど、10名ぐらいですかね。まあ先月は大阪でやったんですけど、今月は東京でやります。次6月はどこでしようかなって言って、今日ルーレット飲んでる時にルーレット回してどこの県行くか決めようと思うので、まだそれもちらっと映すと思いますが、ミッドサイド日比谷に行きたいなと思います。テレコムセンターができる。ラックスました。いや、多分日比谷っていうところに行くので、こっからやったら歩いて多分3分ぐらいだと思うんですけど、そこに1回0時間で飲んで、1時間行くまでの間に1回ノース行きたいなと思います。はい、それでは有楽町を降りて、多分なんとか日比谷に来たと思うんですけど、なんか居酒屋でさっき集まってるらしいので、その居酒屋に行けばあとはなんとかなると思うので、その居酒屋にまずは行きたいなと思います。ありました、ここです。ダダン。画面見せてください。画面見せてください。ではですね、横浜、東京、千葉、鳥取、何か知らんけど、タワシとかあとパジェロとかハワイもあるでこのボタン押したらスタートするのでやりたいなと思います、はい、若干2名はちょっと喋り続けてますが、これは関係ないでは、用意スタート。どこだ、ハワイ、ハワイか、うわうわ、鳥取ではですね、6月は鳥取が住まれますので、よろしくお願いします。バイバーイ。スーパーか。はい、ということでですね、あれから結局朝になって、今からは始発で帰りたいなと思います。で、まあ、帰るって言ったって、大江戸温泉の駐車場に帰るだけなんですけども、まあ、そこで朝風呂入って、まあ、次の明日の動画になると思いますので、もうここからは帰るだけなので帰りたいなと思います。ではですね、これここまで見てもらってありがとうございました。